しい事業であったり、新しいものづくりというのを理念に立っているため、私もこの会社に入れば新しいものに作りに携われるだろうということを考えたので、この会社を希望しました。私が携わっている仕事は生産管理という仕事なんですけども、工場がどのぐらいのものを作ってどのぐらいものを売るかというのを計画して、その進捗管理を行うという仕事をしています。日々その進捗を確認するんですけども、いろいろトラブルがあったり、何かしら問題があるんですけども、それも含めて問題解決をしたり調整をしたり、お客様の希望に沿った納期であったりコストであったりというのを満たして、作り上げて売るっていうところが、面白みだと思います。生産管理として他工場との納期調整、それに見合う部材納期の設定、依頼、当工場製造部との工数積み上げ、いわゆる工程負荷の確認による納期管理といった仕事をしております。これを、行うためにまずはコミュニケーションが非常に大事なので、そういう意味では彼頑張ってくれていると考えています。自ら考えて動いていくので、かなりガッツがある社員が多いのかなと思います。ドライブとかが好きなので、自然に囲まれたところにドライブしに行ったり、またご飯、美味しいご飯を食べに行ったりとか楽しんでいます。筑波にも工場があったり、大阪の方にも工場があるんですけども、それぞれの工場で、一丸となって、合理的なものづくりができるような体制を作り上げたいなと考えています。ガレージ付きの家が欲しいなというところですね。車に乗るのも好きなので、将来的にはちょっと休みの日に自分で車とかいじったり、ちょっと何か物を作ったりしながら過ごしたいなと考えています。私自身出身と生まれ自体は東京都なんですけれども、東北地方で何かいい会社さんはないかなということで就職活動を続けていって、結果として富士急に入ったと。諦めずに自分を信じて最後までやり抜けば、何かしら結果はついてくるものだと思います。なので諦めずに頑張ってください。